フランツが北村で放火を行った証拠を見つけたと聞いたが、この騒ぎは一体何事だ。そういうことか。フランツはブラックゴールド商会のメイジを雇って放火させ、表向きには北村にブドウへの植え替えを迫った。だが実際はブドウが地脈の魔力を吸収し、いや、マーリンが以前施した封印を読めていたのだな。将軍、言い換えなくていい。俺たちはもう彼があのマーリン様だって知ってるからな。なんだと？正体を明かしたのか？賢い奴がバカを装うのは世界を救うよりも難しいってね。彼は十分よくやったよ。具体的な状況の説明は報告の時にする。幸いなことに彼の正体を知ってるのはあなたの目の前にいる奴らだけだ。そんなに心配しなくていい。それでフランツはどこに？あいつはモンスターに驚いて気絶している。ひとまずしっかり縛り上げてその辺に転がしておいたぞ。ブラックゴールド商会、ただの商会がマーリンの封印を破るなんて。普通の商会じゃないことは明らかだな。フランツ荘園でブラックゴールド商会のメイジを捕まえた。彼女とゆっくり話したいだろ。共に尋問を行ってくれ。貴殿が必要だ。マーリン様の封印ですね。魔物を倒したとはいえ、植えたぼによって自然界の魔力が乱れきってしまってます。このまま放っておいたら金麦村と聖石町に雪が降り続くでしょう。そして封印が弱まるにつれ、より多くの魔物が現れて人々を襲ってしまいます。私を連れて行ってください。近くであなたの魔法を見られるなんて夢のようです。ですが封印の魔法陣はどこにあるんでしょう。以前の調査でグブリンの巣穴も含めて金麦村は調べ尽くしたのに何の収穫もありませんでした。ようやくあなたの愛する生徒のことを思い出したんですか、先生。封印を施すとき魔法陣の場所を誰にも知られないようにと私のことも置いていったんですよ。それで金麦村の外で別れたので、具体的な位置はわからないんです。ミレール様、その時の方角を教えていただけませんか？もちろんいいわよ。あの時先生が手を振って去っていく後ろ姿は今でも覚えてるもの。あの落石の後ろをご覧ください。何かを隠してるように見えます。人工的に切り開かれた跡がある。通路のようだがもう通れなくなってるな。さっきの戦闘で崩落したのかもしれない。空気が流れる音も聞こえません。しっかり塞がれてるんでしょう。だったら迂回するか。ミレイルちゃんが指した方向は金麦村の北部にある高地だったな。向こうに通じる小道を知ってる。ついてこい。
この盾を破れる者などいない。待て、これわかるよな。騎士団のバッジだ。正直に言え、誰に雇われてどんな命令を受けてるんだ。お許しフランス様に警護を命じられているのです。雇用契約は隊長が持ってますから、取り調べなら隊長を当たってください。隊長しか知りません。我々のような下っ端は周辺に派遣されただけですから。つまり君たちは金で雇われてるってわけか。じゃあこの仕事はやめて別の仕事を探すよう隊長に伝えな。何を言ってるんですか。フランス様から今月分の報酬をまだもらってないんですよ。逮捕。正式な告知は明日成績帳に貼り出される。信じるかどうかは君次第だ。それでもフランスに尽くしたいなら止めないぞ。だがあいつのために命も金も失う価値があるのかどうかよく考えてみるんだ。ほら、やっぱりここはフランツの宝庫らしい。来てみて正解だな。あなたたち、このブドウ畑は一体何なんですか。落ち着けよ。いきなり興奮してどうしたんだ。フランツ様が捕まったって噂を流したのはお前たちか。冗談だろ。あれだけ金持ちで各地の貴族とも好意にしてる人が簡単に逮捕されるわけがない。フランツ様が釈放されたら俺たちにも捜査の手が及ぶだろ。面倒ごと起こすんじゃねえ。答えてください。このブドウもフランツが植えたものなんですか。いつ植えたんです。前に働いてた人から聞いた話だと、3年前に黒い服の女とフランツ様が一緒に。黙れ、何も喋るな。質問に答える義務などない。失せろ。3年前って、南村でブドウの大規模栽培が始まる前。僕の故郷が。一体どういうことなのかはっきりさせないと。南村のブドウと関係があるなら調査してもいいな。こいつらが言わないようなら質問の仕方を変えてみるか。安心しろ、手加減するつもりだ。この盾を破れる者などいない。すみません、つい興奮しちゃいました。実は似たような魔力を昔故郷で見たことがあるんです。僕いつ話しましたっけ。すごい記憶力ですね。あの守衛の二人、逃げ足だけは早かったな。じゃなきゃもっと聞き出せたのに。マーリン様、私ある推測が浮かびました。きっとあなたも気づいてるでしょうが、聞いてもらえますか。3年前フランツと黒服の女性がここを出入りしたって傭兵さんが言ってたでしょ。それは南村にウィステリアクリスタルが植えられるよりも前のことでした。この土地は一番最初にウィステリアクリスタルが植えられた試験畑かもしれません。そしてその結果、大地から魔力が奪い去られ、こんな風になったんです。マーリン様は聡明なだけでなく謙遜までされるんですね。こうした手がかりは全部あなたのおかげで一つずつ見つけられました。つまり何としてもこのウィステリアクリスタルの成長を止めないといけないんだな。じゃなきゃ南村もここと同じになっちま
先生のためなら私も力を貸すわ。でも魔力の性質を考えると、ここに生えてる枝葉を焼き尽くすだけで本当に解決できるのかしら。ミレイル様の言う通りですね。ここに凝縮された強大な力は今も地脈の魔力を吸収し続けています。このブドウは繰り返し再生できるのではないでしょうか。繰り返し再生？南村のブドウにもそんな力があるのか。明らかに向こうのは改良後のものでしょうね。こんなに不吉な魔力の結晶が大規模に植えられれば、魔法の才能が一切ない村人でも一目で何かあると気づくはずよ。そうか。それでどうやってこのブドウを根絶やしにしようか。何か方法があるんですか？当然ですよ。だってこの方は偉大なマーリン様なんですから。そうよ。記憶を失ってもマーリン先生は変わらない。私の偉大な先生よ。この盾を破れる者などいない。あの遺跡に囲まれた空き地を見てください。傭兵さんたちは何かを守っているようですよ。止まれ。もう何回も同じことを言ったんだけど、フランツは。フランツのことは聞いている。だったらなんで俺たちを止めるんだ。フランツから命を懸ける価値があるほどの大金をもらったわけじゃないだろう。それともその後ろの遺跡にあるものを使えば石が金になるなんて嘘をつかれてるのか。君たちそんな非現実的な夢を見てるのか。自分が何を守っているかは知らないし、お前たちがここに来た理由を聞くつもりもない。契約は契約だ。金をもらって仕事をするのが我々の職務だ。そんなにきっちり契約を守らなくていいぜ。フランツだっていいやつなんかじゃないからな。ダメなものはダメだ。雇用主が逮捕されたからといって仕事を放棄したら、今後我が傭兵団は信用を失うことになる。お引き取り願おう。さもなくば我々は職務を全うするまでだ。ああ分かったよ。忠誠心は嫌いじゃないぜ。しかるべき人に捧げられるのが前提だがな。剣を抜きな。互いの忠義のために戦おうぜ。